文字入力のご説明をします。フリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。入力方法を切り替える手順をご説明します。フルキー入力からフリック入力に切り替えたい場合は、ツールアイコンをフリックし、フリック入力のアイコンを選択します。文字をコピーする方法をご説明します。コピーしたい箇所をロングタッチします。ロングタッチした箇所が着色され、左右に図形が表示されます。図形を左右に広げて、コピーする範囲を調整します。コピーをタップします。これでコピー完了です。文字を貼り付けする方法をご説明します。文字を入力する際に、文字を貼り付けしたい位置でロングタッチします。貼り付けをタップすると、あらかじめコピーしておいた文字が貼り付けされます。これで貼り付け完了です。